チョコさん、また入ってるの、チョコ。もうしょっちゅう入ってるね。もういいや、めんどくさいけん入っときなさいね。太郎と花子ですね。えい、えい。太郎くん、花ちゃん。だいぶ活発になってきたからね、いつものようにお部屋をね広くしてみましたね。サークルを2つつなげて。パンちゃん、邪魔ですけどね、広くなったね、いっぱい遊べるね。はい、太郎くんです。はい、皆さん邪魔です。はい、花ちゃんです。花ちゃん、もうちょっと邪魔だって。はい、太郎くんと花子ちゃんですね、元気いっぱいです。でね、先日太郎くんね、ご家族様募集をしました。で、おかげさまでたくさんのね、申し込みをいただきました。通らんで前で、太郎くんもね、新しいご家族様が決定いたしました。おちょっと邪魔って、ミルク。太郎くんね、決まったね、新しいね。うん、よし。チョコちゃん、あんたはバーバーでしょ。うん、本当ね、たくさんお申し込みいただきまして、たくさんねお申し込みいただいたってことは、ちょっとねお断りするのも多かったってことなんですけど、太郎くんは一人しかいないもんですから申し訳ございません。ただね、本当そういうお気持ちね、本当に心から感謝しております。ありがとうございました。で、決まったね、ご家族様、これからねご見学、それからすだちという流れになります。もうね楽しみだと思いますけど、しばらくはこう動画でね楽しんでいただけたらと思います。チョコちゃん、あなたはママじゃないですよ。ママはどこ行きましたか。ママは、ママのニコちゃんどこ。もうママここでくつろいでますよ、ママは。ね、ヒーヒーバーバー、ヒーバーバー、どちらもう分からなくなった。ここでみんな寝ておりますね。うん、あこ遊んであげてよ。はなちゃんと太郎くん遊んであげてよ。ね。ね。こんな感じ。太郎。はなこ。元気いっぱいです。太郎。お名前覚えた、太郎くん。お名前覚えた。はなちゃん。こっち行ってみようか。ね。ついてきてるね、はるちゃん。お、あこあこ、ね、おばあちゃんに戯れております。ちゃんがお水飲んでおります。太郎くん、お部屋広くなってよかったね。ねえ。よし。かわいいか。はい、太郎くん、お顔見せてって、太郎くんですよ。待っててね。よし。花ちゃん。花ちゃんもお顔見せてて。花ちゃんだよって。ね、ほら。よし。おお、来た。これね、足がね挟まったりとかねするからね、ちょっと用心でこう止めてます。こういうところ隙間をね、結構ねそういうことがあるんでね、事故防止ですね。
あのちゃん、太郎くん、ちょっと暗いかな、今影になってるだけ、ね、ということでね、お部屋が広くなったんでね、たくさん遊べると思います。で、何度も言いますけど、このお方、チョコ、ママではありませんおばあちゃんですなんで入り込んどっと、もう出らんねんよし、はい、ご苦労様でしたではでは。